北海道大学からですね、私、重田と、あと、オープンエデュケーションセンターの杉浦先生の方から、北海道大学の導入ガイドと FAQ 利用によるオンライン授業支援ということで、お話をさせていただきます。最初に組織体制について簡単にご紹介しますと、オンライン授業の実施というところに関してはですね、ICT インフラ面では、本学情報基盤センターがございまして、スパコン等の開発、研究とも行っているんですが、今回は全学のネットワークインフラを維持管理したり、本学の教育情報システム、いわゆる LMS のホスティングをしているという立場になります。一方、ICT 教育の支援面においては、高等教育推進機構にオープンエデュケーションセンターという、全学的なオープン教材を活用し、教育学習ですとか、ICT 活用教育による教育改善を推進するということを継続的にやっておりまして、こちらの組織は主体的に実施したということになっております。で、北海道大学におきましては、本年の3月末にですね、全学教育の授業開始日が5月11日に繰り下げるということが決定いたしました。で、これを受けて、今年度の第1学期の全学教育科目は、当面オンライン授業で実施するということになりまして、各学部学院との授業科目についても原則同様の対応となったということです。で、これを受けまして、本学ではですね、このオンライン授業をどういった形で実施していくかという、支援についてある程度整理をする必要があったのですが、考え方のポイントとしては上の2つでした。同期型授業と非同期型授業の概念整理をしようと。当初、オンライン授業を学内でしましょうとなると、とにかくズーム配信みたいな考え方も大きかったんですが、学生の疲労ですとか、通信料の負担、本シンポジウムでも伝えられておりますが、データダイエットの観点からもですね、やはりその同期型だけではなくて、非同期型の授業をどういうふうに行うかというところの紹介に注力をすべきだろうということが1つございました。2つ目としては、オンライン授業を実施するための考え方を整理する必要があるだろうと。特に非同期型についてはですね、通常の授業とは異なりまして、教材を作ったり、評価の仕方をいろいろ考えないといけませんので、そういったものを円滑に実施するための知恵とノウハウを共有しないといけないと、この2つです。で、これを受けまして、主に3つのことを実施いたしました。1つがオンライン授業導入ガイドという、ホームページを公開しまして、オンライン授業実施に関する情報通知を図ったことが1つ。2つ目が、問い合わせフォームと FAQ 発出による質問対応ということで、後ほど詳しくご紹介しますが、スタッフの負担を低減するという観点からですね、こういったものを設けました。次はオンラインウェビナーを定期開催ということで、学内で困っていらっしゃる教職員との、コミュニケーション手段を確保するためにも、授業検討会ということで、こういったものを定期開催したいことがあったということです。で、こちらがですね、本日に至るまでの、支援の概要について示しておりますが、大きく、今赤枠で示しました、オンライン授業が開催される以前と、それ以後の部分に分けられるかと思います。こういう中で、本学におけるいわゆる行動指針、BCP レベルも、上がり、今少し下がった状況なんですが、全学教育のオンライン授業を開始する前にですね、授業の繰り下げが決定して、1週間ちょっと経ったところで、授業ガイドを、至急に開設し、授業説明会を行うと。で、この後、授業検討会というオンラインセミナーを定期的に開催して、必要な情報を追加するということを行いました。で、オンライン授業開始後もこれを継続して行ってきたと、そういったことになっております。こちらがですね、オンライン授業実施ガイドのスクリーンショットでして、いわゆる同時型、あと非同期型、これの授業の概要ですとか、あと学生向けにどういった準備をすればよいかというところの情報提供に注力したということです。まず、この、授業導入ガイドについてなんですが、まずその名称自体も学内でいろいろ混乱がありましたので、いわゆる同期型の授業を、同時配信授業、非同期型をオンデマンド授業ということで呼称して整理をいたしました。で、両者の特徴ですとか、実施方法、あと教員と学生にとって、どういったメリット、デメリットがあるかというところを、整理しつつあることに注力いたしました。で、サイトコンテンツは以下の通りなのですが、この赤字の部分、例えば、LMS の稼働状況ですとか、著作物の扱いに関する情報等ですね、学内から要望があったりですとか、この間にありました著作権法改正を受けて追加した内容がありまして、こういったところは学内のフィードバックを受けつつ、対応してきたということになります。
次に、FAQ による問い合わせ対応なのですが、3月末からですね、オープンエデュケーションセンターには、オンライン授業実施に関する問い合わせが殺到するという状況になりまして、これをうまく交通整理する必要があったということです。で、この時にですね、問い合わせフォームで一括して質問を受け付け、で、同じような質問を持たれている先生方も多いので、個人名と伏せて回答 FAQ に掲載するということを行いました。これによって限られたスタッフの負担の低減ですとか、内容の周知を図ったということです。オンラインウェビナーについては、先ほど若干触れた通りで、4月の初旬から平日の昼休みに週2回もしくは毎週ということで定期開催しておりました。で、ここでは、オンライン授業の実施方法を紹介するほか、FAQ ですとか、学内の取り組み事例の紹介を行い、当然聞けなかったという方もいらっしゃいますので、資料と動画を、ウェブサイトに掲載するということも行いました。で、どう利用されたかというところなんですけども、オンライン授業ガイド自体はですね、6月20日時点で14万8000ページビューと、12万弱のページごと訪問者ということで、本学でやっている教材公開サイトよりも数倍多いようなアクセスがあったという状況です。最もページビューが多かったのが学生向けのページでした。それに続いて LMS の稼働状況ですとか、オンデマンド授業、いわゆる非同期型のところに関する説明等が多かったです。オンラインウェビナーは計9回実施しまして、延べの参加者数は1800名でした。FAQ もですね、継続的にこれを掲載した結果、本日時点で285件が掲載されているということです。で、このような、ホームページが、オンライン授業開始前後でどうアクセス数が変化したかというのを比較したんですが、オンライン授業開始前はですね、オンライン授業の環境整備に関する内容の、アクセスが多かったですけども、それ以降は LMS の稼働状況ですとか、授業の実施方法に関する内容で変わってきたというところが、ポイントでした。ここから先は、杉浦先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。北海道大学の杉浦と申します。次に学内からの問い合わせ件数の推移についてお示しいたします。学内からの問い合わせの総数は6月14日現在397件でした。全学的な特徴としましては、4月初旬オンライン授業の導入に向けた説明会を開催後、4日間で103件の問い合わせが寄せられました。さらに BCP レベルの引き上げに伴って、授業はオンラインのみでの実施が決まったことを受けて、4月20日の週の問い合わせが一時増大いたしました。次、お願いいたします。こうした問い合わせの内容は、カテゴリーごとに分類しまして、内容に対応したキーワードをつけながら整理し、教職員のニーズを把握することに注力いたしました。次、お願いします。こちらは問い合わせの内訳の詳細と推移についてお示ししたものです。BCP レベルが引き上げられた週は、LMS に関する問い合わせが57件で、特にムードルに関する質問が多く見られました。さらに学生の入校禁止に伴って、ネットワーク環境でしたり、あとハードウェアなどに関する問い合わせが10件、G スイート並びに著作物の取り扱いに関する問い合わせが新たに見られました。お願いします。こうした結果を受けて、授業ガイドにはオンライン授業における著作物の扱い、それから G スイートのページを設置したり、また授業ガイドなどの英語化に対する要望に応えるために、英語版のサイトを開設したりしました。また LMS 関連の問い合わせでは、 Moodle の課題、小テストの設定、フィードバックの方法など、オンライン授業の具体的な方法に関する質問が多く見られました。そのため、オンライン授業開始前にこれらの基本操作を周知することを目指しまして、検討会ではこれらの説明とデモを行いました。次、お願いします。以上の通り、全学的なオンライン授業の導入に向けて継続的な支援を行ってまいりました。オンライン授業開始直後は問い合わせが殺到することを想定していた中、顕著に増加しなかった点については、寄せられた質問内容を整理しながら把握しつつ、授業ガイドのコンテンツを増やしたり、またウェビナーで取り上げるテーマや内容を検討してきたことによる効果が示されたと考えています。
一方で問い合わせが多い時期には即時に対応できなかったという課題もありました。これは LMS のシステムが更新された直後ということもあり、実際に動作を確認してから情報提供したり、またマニュアルの追加作成に時間を要したことによります。現在、問い合わせは週に10件程度で推移し、基本的な操作に関する質問はほとんどなく、試験の実施に関わる内容が増えつつあります。今後、教職員のニーズを適時に把握し、支援を継続していきたいと考えております。重田先生、補足などありましたらよろしくお願いいたします。はい、特にありませんので結構です。以上で発表を終わらさせていただきます。ありがとうございました。